はい、ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはガイストクラッシャーゴッド、カプコンが2014年9月4日に発売したタイトルで、定価は税抜き4,990円。パッケージの表面を見るとね、こう主人公の男の子が、まあ、なんだっけ、ガイストをまとってるのかなまあ、よくわかんないんだけど、ガイストのなんか素材をこう まとって鎧にするような感じのね、やつでまとってて、これ戦ってんのかな、仲間なのかな、よくわかんないんだよね。これ右側になんかドラゴンの顔みたいなやつあるでしょ。まあ、なんか巨大な敵と戦ってんのか、巨大な何かを、にこう、囲まれてるのか分かんないけどね、そんな感じの全然説明になってないんだけどね、まあそういう絵柄なんですけど、まあこれガイストクラッシャーってタイトルがあるので、まあゴッドっていうのは続編で、まあモンハンでいうとこの G がゴッドになってるっていう考え方でいいと思うんですけども、ということで、まあ要はまあ前に発売されたやつのアップデートなので、ちょっとこう価値が出てるっていうかね、ちょっとアップデート的な感じで、多分こう金色層のね、想定にしてるんだと思います。で、左上にね、数量限定特典、コードはパッケージ裏面にってあるんですけど、超進化型ガイストギア入手コード5点盛りっていうのがあってね、まあこれは後で紹介するんですけど、これ数量限定特典ってあるんだけども、これが、このゲームが数量限定で出てるのか、この特典が限定であって、その後再販があったかによって、これパッケージのね、別バージョン違いがあるかっていう、ね、ところに問題が差し掛かってくるような気がします。で、右下にカプコンのロゴがあり、左下にカスタムスペース武装アクションの、ジャンル表記があり、左下にセロ A 全年齢対象があります。で、側面を見ると、これはマスコットキャラ的なやつがアイコン化されてて、ちょっとうって思うかなってところはあるんですけど、で、縦書きでガイストクラッシャーゴッドで、カプコンのロゴがあって、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、神将海戦でいいのかな、神将か、一応神の将って書いて神将海戦というね、ルビが振ってあります、海戦の上にね。で、今戦いは神話へ突入するということで、まあそんな感じなんですけども、左側から、あ、伝令ガイストマイクマってありますね。これが、側面にあったね、アイコンですね。すべてがゴッド級に進化ということで、で、インターネットで協力対戦。じゃあ、インターネットで協力対戦か。で、イベントシーンはフルボイス。ゴッドガイスト降臨。これがあれかな、今、主人公がまとってるやつかな。で、新武器新ガイスト登場。別売りのガイメタルシリーズと爆発連動変形。まあ、ただこれのどこまでが、この、ガイストクラッシャーでなくて、ガイストクラッシャーゴッドで反映されてるかって、ちょっとよくわかんないですね。全部が全部、ゴッド級に進化してるかどうか、ちょっとわかんないですね。で、最新情報はこちら、ガイストクラッシャーゴッド公式サイトとあるけど、これはサイトあるかな。で、ジャンルがカスタム武装アクション。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は1。3D 映像の表示はありとなっていて、ローカル通信はローカルプレイで、対戦協力プレイ2から4人。で、すれ違い通信でプロフィールカード交換。で、前作ガイストクラッシャーとの通信はできませんと表記がされてますね。で、任天堂ネットワークの方はインターネットで対戦協力プレイ2から4人とあり、本作は前作ガイストクラッシャーに新たな要素、ストーリーガイスト等を追加したものです。前作のセーブデータをお持ちの場合、本ゲーム内に引き継いでプレイすることができますとあるので、まあ G と一緒ですね。まあこういうところでね、ゴッド、あ、G だなって、こう、カプコンのタイトルだったら、まあ思いついてほしいなってところです。で、コードが CTRPBGDJJPN と TRACTRBGDJJPN の2つのコードがあります。で、パッケージを開けると、中には操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、カプコンソフトインターネットアンケートのお知らせの紙があり、パッケージの中面には、
まあ、絵柄がね、窓枠にこう QR コードが見えてますけども、これ実際のところ何かというと、超進化型ガイストギア入手コードということで、ここに説明もありますね。ゲーム内での二次元コードの読み取り方。ゲーム中カメラでサーチから二次元コードを読み取ります。ってあって、まあ読み取れると。で、数量限定特典の二次元コードを読み込むには、ストーリーを6話まで進める必要がありますということなので、まあ6話までね、進めたらこれが読み取れると。まあ当時としてはね、これ以外にも店頭にね、コードがあってなんかこうゲーム内のお金をね、ちょっと増やせるような要素とかもありました。まあ当時はね、そういうサービスがあったんですけど、これがバージョン違いがね、この絵柄とかコードがないバージョン違いがあるかどうかわかりません。で、操作説明シートを見ると、まあ、カスタム、あ、違う、これジャンルか。で、電子説明書のね、コンテンツということで、まあ、電子説明書の、まあ、項目が書かれていますね。で、まあ、カプコン大体これやってます、毎回。で、開くと、前作ガイストクラッシャーからの引き継ぎ方法ということで、操作説明シートじゃないじゃんって感じがするんですけど、ガイストクラッシャーゴッドでは、前作のセーブデータを引き継いでゲームを始められるぞ。引き継ぎを行っても元のガイストクラッシャーのセーブデータは消えることはありません。とかね、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、まあ、必要なのは前作と、今作2作品のパッケージ版かダウンロード版。でも今作のダウンロード版の人はね、これソフト買ってないからね。まあでもまあソフト、まあパッケージも買ったけどダウンロード版でこうねデータを移行する人もいるかもしれないんでね。まあまあいろいろありますよ。まあ、引き継ぎの手順というのが載ってます。はい。で、最終ページは、まあ、サポートとかね、いろいろ書かれてて、本ソフトので、説明書についてということで、電子マニュアルへの誘導もあります。で、コードが MAACTRBGDJJPN です。で、ゲームカードを見ると、これ何の絵柄だろうな。絵柄っていうか背景だろうな。青地に、ロゴが載ってる感じですね。うん、で、コードが LNACTRBGDJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRBGDJJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2016年9月30日。で、カプコンソフトインターネットアンケートのお知らせは、小さなお子様は、おうちの人に読んでもらってからアンケートに答えてねということで、まあセロ A だからあり得るかな。で、まあオリジナルクオカードがね、抽選でもらえたらしいです。で、ただしこれアンケート締め切りは2014年11月30日なので、だいたい3ヶ月ぐらいですね。うん。で、きちんとここには、一応ね、この度はガイストクラッシャーゴッドをお買い上げいただきたか、あと、掲載されている登録方法に従ってガイストクラッシャーゴッドアンケートにお答えくださいって、ちゃんとね、このソフト用だってこともはっきりわかるし、コードとしては SCACTRBGDJJPN のコードが振られてありました。で、逆の面を見ると、マイカプコンクロスガイストクラッシャーゴッドということで、マイカプコンに入会してガイストクラッシャーゴッドの特別なゲーム内ミッション炎のバナ隊訓練にチャレンジしようというね、こういうのがあったんですけど、入手期間はね、2014年9月8日から2014年10月31日、まあ、約2ヶ月ということでね、まあ、今では手に入らないのかなというところです。はい。ということで、パッケージに興味を持った方はぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。